ゃんと分量を測ってくれた？うん、ありがとう。うん、うん、問題ない。よし、オッケー。次の工程も引き続きよろしく。愚痴りたい気持ちはわかるけど、面倒だからって計量を省いたらマジぶっ飛ばす。地味しながら作れば美味しいものを作る自信はあるよ。けど全く同じ味に仕上げ続けるのは難しい。ちゃんと美味しさを維持すること、そしてさらに向上させることが私の仕事だから、いくら面倒な工程でも無視をしちゃダメなのさ。失礼な物言いだな。君が私の何を知っているというんだね。あんにゃろ、お仕置きかくて。私は仕事とプライベートを分けるタイプなの。いいじゃん、仕事でこれだけしてるんだから、部屋では女子力低下させたってさ。無駄話はいいから、朝一で授業があるんでしょ。無駄口叩いてないで働きな。おはよう。今朝の作業はどんな調子？朝からお疲れ様でした。主力商品ではある。持ち歩き2時間の人とかもいるから、離れた場所から来てくれる人もいるみたいだし。でも最近はケーキ以外を目的にしてる人も増えてるみたい。徐々にだけど。コーヒーや紅茶が美味しいって言ってくれる人もいるし、オムライスやパスタが好きって人も。あと閣下というか帝さん目当てで来る人も結構いるみたい。イケメンの壮年男性が入れてくれる美味しいコーヒーや紅茶、そして寡黙に仕事をこなすジェントルなその姿に、ご近所のマダムたちがハマってるみたいでね。帝さんと比較してうちの旦那はああだこうだと愚痴をこぼす集まりができつつある。隙を見てフロアを覗いてみたら、お客さんの中に多分うっとりしてる人がいると思うから。高峰くんってコスプレ好きな上に熟女好き？
熟女が？ジュミじゃないなら別に嫉妬する必要もないんじゃないの？落ち着いた雰囲気で黙々と働くところが旦那に比べてかっこいいって思われてるのかもね。高峰くんの場合、ただの不愛想って思われそうだからやめておくことをおすすめしておいてあげる。そのうちできるんじゃない？平気平気。でも実際以前よりも雰囲気は良くなってると思う。ちゃんと挨拶もしてくれるようになったし、こうして普通に話もしてるし、いずれは高峰くんを好きだっていう人も出てくるんじゃない？割とマジで。そんな気は一切ないから安心して。いらっしゃいませ。3名様でしょうか？奥のソファーの席いいかしら？どうぞご案内いたします。ありがとう。今日は何を注文しようかしら？メニューはこちらです。お決まりになりましたらお呼びください。ありがとう。いつもながらどのケーキも美味しそうだものね。でもとりあえずコーヒーよね。そうそう、マスターにコーヒーを入れてもらわないと。ん？お呼びになりましたか？ごめんなさい。そうじゃないの。もう少し悩ませてもらえる？かしこまりました。ごゆるりとお過ごしください。やっぱりいいわね。うちの旦那も今でこそ肉まんみたいな体だけど、若い頃は。何何、マスターみたいにキリッとしてたの？若い頃はアンマンだったかしら？何が違うのよそれ。ね？確かに考えてみるとものすごく有能。でもまあ、だからって高峰くんが無能ってわけでもないんだから、そんなに卑下しないでもいいんじゃない？ほら、嘆いてる暇があったら仕事に励む。そろそろ片付けを始めましょうかね。メイさん。はい、何でしょう。夏目さんにお願いして閣下の写真をクラウドに上げておきましたから、お店のアカウントの更新をお願いできますか？はい、了解です。すみません、メイさんの方がインストには慣れてるでしょうから。大した手間じゃないですよ。いつも通りあざとかわいい写真。どれどれ、私にも見せて。ほらこれ。本当だ、かわいい。猫って芸を覚えたりはしないんですよね。なのによくこんな写真が撮れますね。ちょっとしたコツがあって、
まあ猫の習性を利用するような感じですね。すぐに狭いところに逃げ込むとかそういうのですよね。そもそもカッカってどこの猫ちゃんなんです？それは地域猫みたいな感じでしょうか。私お店の部屋を間借りしているんですけど、その部屋に元から出入りしてたみたいで、仕方ないので餌をあげているうちに。え、いいんですか？飲食店なのに。キッチンやフロアには決して入らないようにちゃんと言っていますから。へえ、賢い子なんですね。じゃあ護身を、どの写真がいいかな。これはどう？それならこっちの方が良くない？確かにそっちも捨てがたい。何です？どうかしました？あ、いえ、インストって実際にどんなのかなって思って。そういえばスマホ持ってないんでしたっけ？スマホを持たない主義なんですか？そういうわけじゃないんですが、私ピコピコとかそういった最新機器が苦手なので、操作もよくわからなくて。ピコピコ、おばあちゃんがそんなこと言ってたな。そんな難しいものじゃないですけどね。あ、私のスマホで更新してみます？いいんですか？実際に触ってみればそういう苦手意識も薄れますよ。はい、どうぞ。どうすればいいですか？まずはアプリを立ち上げて、アカウントがちゃんとお店のものかチェックして、カメラのアイコンをタップします。タップ？そんな困った顔をしないでくださいってば。これです。ここのアイコンに触れればいいんです。こんな感じで。あ、画面が。ライブラリーから写真を選ぶんですよ。写真はどれがいいと思います？これとか。あ、でもこっちも可愛い。いや、こっちも。スクロールで他の写真も選べますよ。ほら、画面が動いた。そこから。カンナさん、今までどうやって生きてきたんですか？そこまで言わなくても。ああ、すみません、そんなつもりじゃなかったんですけど、すみません。キャプションとハッシュタグの設定をするんです。あ、フリック操作ってわかります？フリック？画面を押してから弾くって言うんですかね。こんな感じで。おお、これがフリック。写真と関係のある範囲でなるべくたくさんタグをつけます。あ、お店の名前も忘れずに。で、終わったらシェアをタップ。それで投稿完了です。はは、なるほど、これがスマホですか。ほら、意外と簡単だった。指だけで操作できるからそこまで難しくはなかったですけど、でも楽勝ってほどでは。慣れればすぐに使いこなせるようになると思いますよ。猫の写真も夏目さんに頼ってばっかりで。写真なんてタップするだけなんで、V
ぶっちゃけ犬や猫でも撮れますけど、これも慣れですよ慣れ。ついでですから撮ってみます。アプリを起動させてここを押すだけでいいんです。腕を伸ばして、あ、もっと顔を近づけて、カンナさんの肌すべすべ、スリスリするの気持ちいい。ほんとだ、すべすべだ。くすぐったいですってば。でもこれぐらい近づけば、あ、ちゃんと入ってるね。トップしてください。ここでいいんですよね。それじゃあ撮りますね。3、2、1、イエーイ。今のでいいんですか？はい。あー、撮れてる撮れてる。うーわ、私の顔変になってる。そんなことないよ、可愛いよのぞみちゃん。気になるならスタンプ使う？ハンコを押すんですか？スタンプです。写真を可愛くするために飾るんです、ほらこんな風に。おお、こんな面白機能まで。ん？何の話？驚くようなことじゃないってば。一緒に働いてるんだからあれぐらい普通。ポーセー君じゃうまいし。笑って受け入れるところじゃないと思うんだけどな。でも最近はちょっと変わってきたよね。前よりも明るくなった気がする。やっぱりカフェで働き出した影響とか。楽しいよ。平気だってば。ごまかしてるわけじゃないから安心していいよ。困ったことか。そんな大げさな話じゃないんだけど、コーヒーや紅茶の入れ方をもう少し研究したいんだよね。なんだけど、私が入れたのとカンナさんや夏目さんが入れたのを比べるとなんか違うんだよね。微妙に、でも確実に。ちゃんとお客さんに提供できる味ではあるけど、コーヒーや紅茶目当てのお客さんが来た時に私が入れたコーヒーを出せる自信がなくて。でも最近は増えてるかな。午前中とか夕方頃の空いてる時間を狙ってドリンクだけ注文する人が。明らかに雰囲気が違うんだよね。なんていうか、こうオーダーの時点で噂の味を確かめてやる、さあ出してみなさいみたいな空気を感じる。勝手に思ってるだけで、態度が偉そうとかそういうわけではないんだけどね。だからちゃんと練習しないとって思ってはいるんだけど、これがなかなか。ここでいいよ、送ってくれてありがとう。じゃあまたね。カフェステラと死神の蝶。